次です。奈良公園の春日大社境内にある飛火の園地で恒例の鹿寄せが今日から始まりました。ナチュラルホルンが奏でるベートーベンの交響曲田園、この音を合図にした鹿寄せは、完成した6円に鹿を集めるためラッパを吹いて行ったのが始まりで、今や夏と冬の観光イベントとして定着し、奈良の風物詩となっています。県内の森の奥から一斉に集まってきた鹿たちは、奈良の鹿愛護会の職員が用意した好物のどんぐりを頬張っていました。実際見るのは、はい、初めてです。寄ってくるんだなと。今まで 何年も来てるんですけど、初めて見ました。野生の鹿なのに目の前でそういうの見られて良かったです。この鹿寄せは、奈良市内の旅館やホテルの宿泊客にここでしか見られない光景を楽しんでもらおうと、県旅館ホテル生活衛生同業組合奈良支部が取材していて、こうしたイベントが奈良にまた来たいと思っていただくきっかけになればとしています。